こんにちは。ここは広島県の竹原市、奥の島です。リゾートの島。かわいいね、ちっちゃいね。あ、入っちゃいました。ああいう小さいコウサギもたくさんおります。行きます。来たら今こう上げるんですけど。頑張れ、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 ほら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 。諦めちゃダメ、まだ諦めない。ほら、頑張れ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 、あんまりふざけたことばっかりやってると相手にされなくなります。おっしゃったものもちゃんと食べてくれますんでね。よほど観光客の多い時期でなければ。小さいウサギはね、可愛いんですけども、しかし警戒心が強いので、なかなか人の前には出てきません。餌をやっても近寄ってきてはくれません。まあ、しかし巣穴がありますんでね、これからご紹介するホテルの地下とかに掘ってあるんで、まあ、そのところまで行くと待っていればだんだん出てきてくれるかなと思います。島の中はほとんどこういうふてぶてしいウサギ、ほらほらほら、クエクエ、おお、あそこまでやるとは思わなかったな。奥の島は美しい瀬戸内海に浮かぶ数ある島の中の一つです。ここまでのまずアクセスですが、まあ、東京、大阪、名古屋などから新幹線に乗って、広島の少し手前、三原という駅で降り、まあ、基本的にそこから JR 西日本の呉線、ローカル線にて30分ほど乗って、さらに乗り換えて船、これは奥の島行きのこの旧鎌倉というホテルがまあ主にやっている船と、それから、四国方面への連絡船とあるんですが、まあ、船がですね、1時間に2本程度だいたい出ていますんで、まあそういったものを乗り継ぐとやってくることができます。アクセスは日本の中では、まあ、悪い方ではないですが、取り立てで便利なところではありません。しかし観光客を世界中から集めてやまないようです。私は今まで2回来たことがありまして、今回が3度目なんですが、1度目は10月に来ました。ウサギたちは元気でとても充実した体験をしました。2度目は9月の3連休でした。その日は30何度という猛暑日でして、取られちゃったね、かわいそうに。人の手をかじろうとしてましたが、ちゃんとかじらず我慢しました。その時はね、3連休で暑すぎてウサギはたくさん餌をもらっていたし、またみんな夏バテをしていて、こうやってこうくれくれと足にこうやって、ね、手をかけていくんですが、もうだめ、ちょっとね、もらったんだから少しはお礼の時間があってもいいはずです。でそれで、結局ウサギたちはですね、ただ夏バテをしているのを、こっちから、眺めて、餌はほとんど食べてくれないという状態でしたが、まあほどほど涼しくなった時期になりますと、また食欲もある程度戻り、またウサギたちも活動的になりますので、まあ、こんな風にですね、ウサギにキャベツ1枚持っていれば取り囲まれるという、まあ、こういったものを望む人にとっては幸せな体験ができます。かなり手軽にできます。勝手に向こうから寄ってくるので世話がありません。もうなくなっちゃいました。でウサギはあんまり頭が良くないようですから、持ってなくてもね、しばらくはこうねだり続けます。これは割と都合がいいですよね。でここでの醍醐味は何といってもやはりウサギに餌をやることです。まあ、例えばこういう風にこうちぎりまくってですね、ウサギを大量にここにこう呼び寄せると、簡単にウサギの世界のこう帝王になることができます。こうバラ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 、まあ、結構細かくやった方がね、細かくやってもウサギは全部食べ尽くしてくれますんで、まあいいのかなと思うんですけど、奈良公園の鹿を思い出します。もっと厚方感を最後も呼び寄せたいけど、まあとりあえずこんぐらいでいいかな。ある程度ここで、落ちた餌がなくなりますと、ウサギは今度私たちに餌をくれとねだるようになります。こんな風にね、ほら頑張れ頑張れ頑張れ、どうしたどうした、もうちょっとだよ、お、よくできました。うわー、ちょっと爪を立ててくると厄介なんで、おおお、これは幸せ、あー幸せだわ。ちょっと食べてもらって我慢しないと、たまに本当に怖いやつもいますんでね、ウサギといっても侮ることはできません。穴ウサギ、あっちに落ちればあっちに行きますが、まあ、ちょっと怖くなったら、ね、一回遠くの方に餌をやると逃げるんですけども、ここら辺のウサギたちはみんな人間が餌を持ってきているということは分かっています。だからこんな風にすぐにねだります。こいつはよくねだるウサギだな。これちっちゃい、ああちっちゃい、あ頑張れ頑張れ頑張れ、ああああいう風に逃げますが、ちっちゃいウサギはね、他のウサギから餌を取られまいと頑張って逃げるんですね。でも結局取られちゃったみたいだな、かわいそう。だからなかなか大きくなることは難しいのかもしれません。みんなこういう風に手を挙げて、頑張ってこうおねだりをします。おねだり、ほら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 、あるよ、頑張りましたね。なんだか自分がとても偉くなったような気がします。なおこのキャベツはどうしたのかと言いますと、これは山陽新幹線の三原駅で降りたところでですね、スーパーが歩いて8分ぐらいありますので、そこで買いました。イオンとかもありますけどね、こういうやつは、あとはここへ渡ってくる只野海という駅のところでも、売ってますけれど、ちょっと待ちなさい、はい、ダメ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 、そこよりもね、スーパーでこういう人間が普通に食べる用のキャベツを買ってしまった方が、一度に大量に手に入って楽しいと。やっぱね、こういう餌はたくさん買ってきた方がいいと思います。ただし夏はウサギはあんまり食べてくれませんので、餌を持ってくるとかえって処分に困るかもしれません。はい、頑張りましょう。はい、ジャンプ、
誰かジャンプしない？あ、ジャンプしたい人いませんか？このウサギたちは結構あのものすごい跳躍力を持っておりまして、私が前に来た時はこのぐらいの高さまで深夜2時ぐらいにねこの辺散歩したのにピューンと飛んでたんですよ。その時の映像を動画に撮ればよかったんだけどな、撮らなかったのがちょっと残念なんですが、今日ももし運が良ければ撮れるかなと、思っております。じゃあちょっと、あ、君は頑張りなさい。くすぐったいな、くしょ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 、頑張って頑張れ、くすぐって。向こう小学生たちが、私が一体あいつなんか変なやつが来てるぞと私の方を見ております。いいね、直立二足歩行は楽しいよ。君を前足を自由にしなさい、人間様。あ、どなたかこの中に私ども人類のことを万物の霊長と人間の言葉で崇められる人間はいませんか？人間じゃありませんか？そういうウサギはいませんか？みんなもう私がねほとんどくれるやる気がないらしいということはもう察知してみんないなくなってしまったようですけど、またこうやってねこう枯れ木に花を咲かせるとすぐに寄ってくるようになります。そしてあの辺のウサギはまだ認知が足りてないらしいな。ほらほらほら、あるよあるよ、ほらありますね。あまりね大声でやると本当小学生たちもいますね。まあ良くないんですけど、ちょっとこれちょっとこのまま直にかじらしてみてもいいですか？あ、いいと許可をもらいました。はい、食べましょう。ものすごい勢いです。なくなっちゃう。ダメ。大体とりあえずこの辺にしとこうと思います。こういう可愛いウサギは優先的に餌をもらえますが、一方で、まあ、こういう風にね人気は高いんですけれども、まだまだ逃げがちです。こっちからちょっとこう遠方から投げるようにすると食べる場合があるんですが、あまり食べてくれません。この下に生えている苔もウサギには十分食事となっているようです。この大久野島は入ってくるときにですね、船が本土側から、往復620円、それぐらい運賃がかかりますけど、まあ、たったそれだけの運賃でね来ることができ、島の中では基本的にお金はかかりません。まあ食事とかするんだったらばこの休暇村大久野島に来れば一応食事とかできるわけですけど、その分のお金かかりますけどね。まあでもそんなぐらいですよ。入湯料とかウサギと触れ合うための料金とかそういうものは特にかかりませんので、まあ、非常にコストパフォーマンスはいいんですが、やっぱりここは旅館ですんで、この旅館に、ね、泊まることを強くお勧めします。やっぱなんだかんだ時間長く滞在したいというふうな、ね、考えあるでしょう。それからこの旅館の周りにはねウサギが集まりがちです。でそして夜とか朝とか観光客があまりたくさんいない時間のウサギ見物をすることもできます。船がね夕方の5時ぐらいになると、おーうーうーくすぐらないでね、こちょこちょですんでね、これね、はいはいはい、うわーくすくすくすぐられるのには弱いんだな。どんなにねだられてもね、あげるという意思はなかなか私は示しませんけど、くすぐられると参ります。で観光客が5時ぐらいになるともう止まらないお客さんみんな帰っちゃいますんで、まあ、その後ですね夜とかでもウサギはこう結構活発に動き回っております。なんか今日はね聞いたらちょっと寒くなってるから少し活性が落ちてきてるなんていう話もあるんですが、まあ、今は人間の私は結構寒いわけですけども、ウサギはもう平気そうですね。どんどん餌くれとやっておりますんで、夜もまた来たい。これが一番の楽しみです。私気前悪いんですけどね、それでもウサギたちはなんかまだくれるんじゃないかなと頑張ってついてきます。他に観光客がたくさんいる時間になりますと、もう他の観光客がもうそこら辺で餌やってますから、あ、じゃああっちでやってんだったらそっち移動すればいいやって私の方に期待してくれるということはないんですが、このウサギたちはもう私以外に今期待する対象がありませんので、しょうがない、まあ、とりあえずついてくだけもしかしたら儲けるかもしれないから、ごねどくと思ってこう捕まってきてるわけですが、まあ、せいぜいこういう風なことをされるのがオチです。頑張ってこうついてきてくる。これかわいいね。触るぐらいであれば許可されていますが、触ってはいけないところ、ここでウサギと触ってはいけませんとか、痛い、小学生たちに笑われますんで、ね、やりますが、それからあとは、なんだ、これこういうことしちゃいけません、このウサギを勝手に持って帰っちゃいけませんとかね、野生とはいえ捕獲禁止、そういったルールはたくさんあります。お前こんな、ね、手を合わせて拝むような感じの態度取ってるけど、この野郎思いっきり噛まれましたよ、これね、ちょ、痛かったな。動物なんで噛まれたらしょうがないですけど、普通に噛まれて血が出たりしましたんで、一応その点は油断しないでください。ねだるときはみんなポーズは一緒です。前足を上げてこうねだるように拝むようにしてねだります。かわいいね、こんなちっちゃいの子がねだりに来てくれるの。何でも買ってあげるよ。何が欲しい？覚醒剤、麻薬、MDMA。私がこの足ギュッてしたらこう死んじゃう。そんなね、か弱いものが私の足の元にこう頼りがいを持ってこう来てくれる。頼りに思って来てくれるわけでしょ。嬉しいことじゃないですか。しかしキャベツの数にも限りがありますんで、また明日としようと思います。条件がいいときは基本的に大量に買ってきた方が楽しいと思いますけどね。一方で夏の時期なんかいっぱい買ってくると余らしちゃって、さっきもお話しした通りです。
本日は夕方の5時頃この大久野島に到着し、そしてもうすでにホテルにチェックインを済ませました。その後今じゃあ夕飯までの時間の間、まあ、夕飯は時間が選べるんですが6時からということにしまして、今ここでウサギと遊んでおります。何やら言っております。でここはもともとウサギの島として有名になる前からリゾート地でありましたので、こんな風に、ね、単純にヤシの木的なものが植わってたりして綺麗ですよね。ちょうどさっきあの辺りに太陽も沈んでいきました。ホテルの前至る所に掘ってありますのはウサギの掘った穴です。ウサギ穴、ちょうどあそこに砂にすっぽり収まっているのもおります。いや、あれ多分寝てるだけ、あ、入ってますね。そう、あんな風に穴が好きなんですね。今夕方の5時ですが、日が沈むと途端にものすごい勢いで寒くなってきます。でこれから夕飯の時間、ここは一泊大人1人1万円ということでかなり安く、これで2食付きです。そう、2食付きでまあまあ広い部屋でね、温泉ですよ。本当にいい宿だと思うんですが、まあ、日帰りのお客さんもね、ここでレストランにて刃物天丼だの、まあ、定食だの、名物のタコ、まあ何でもいろいろ食べられます。夕飯私は一番安いプランにしましたけどね、なかなか美味しい名物を使ったバイキングだそうです。お部屋はこんな感じなんですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10畳ですね、10畳の広間と、こういう感じの、まあ、いわゆる典型的なあの旅館のやつですが、これ素晴らしいので、ここから少々お待ちください。まあ、寒いのですが、普通にそこら辺でね、ちょろちょろやっておりますんで、あ、今のウサギの調子状態はどうかなとか見たら、まあ、なんかこれじゃまるでブリーダーみたいな発言ですけど、あ、やってるやってる、あ、追っかけっこしてる、走ってるよ、かわいいな、まあ、これがね、部屋の窓からも全部見ることができます。もともとはここでなんかそのアクティビティというのかな、テニスの試合したりとかね、そういうことを考えて作られた広場だったようですけれども、現在は基本的に、もうイルカじゃないや、ウサギたちが、まあ、こうぐるぐると走り回っていて、みんなが餌をやるようなスペースになっています。こういう和風の旅館ですと、まあ、大体一人に一個簡単なお菓子がね、机の上に置いてあるじゃないですか。でここはこういうタコせんべいです。でこのタコせんべいはね、これどこでもこう売ってるんですよ。なんかこう広島県とかタコ名物ですけど、まあ別にそれ関係なくいろんなところでせんべい、これ北海道とかでも同じやつ売ってるんですが、まあ、ともかくねこれ美味しいんですよ。なかなか観光地でよく見るお菓子ですが、鶏の唐揚げみたいな味がしますね。全然タコせんべいじゃないなって感じなんですけど、ともかく美味しい。夕飯の時間は5時半から8時までだったかな。その間にね、まあ、割と自分の好きな時間決めて食べに行けるんですが、ここの夕飯いいんですよ。これタコ飯ですね。ちゃんとねタコがケチっぽくないちゃんと入ってる、美味しい。まあ、それからあとは広島県っぽいのはこれかな。これもまたねタコの唐揚げのなんかチリソースみたいなちょっと辛いやつのやつが後で食べることにしますけど、ここの食事は何がいい、まず野菜をケチらず使う、まあ、野菜って高いからねバイキングであんまり使わないんですが、安いバイキングではそうなんですけども、ここの野菜はたくさん使ってて、ね、これはいかにもケチしないという感じがする。他の宿は2食付きで1万円ですから、すごく超激安というわけじゃないですけど、もうこんだけねちゃんとしたご飯が出てきて2食付きで1万円であれば、なんだろうな、公務員の待遇のようなね、ほどほど、ホワイトな感じの、いい質のいい、恵まれた、夕食が出てくる、これでもっとさらにいい、ランクの上の夕飯もあるそうですが、まあ、これで十分満足ができるかと思います。肉も厚切りで柔らかいし、まあ、これちょっと食べるのはね後でにしますけど、それからあとはね、スプーンをもらってくるの忘れましたが、ビーフシチューとか、それから豚汁味噌汁なんかもね、具がちゃんとこうたっぷり入ってるんですよ。うわうわとこう具が浮いてるような感じのも中にはあるわけですが、全然そんなことはない、せこくない、うん、美味しいわ。食べるのは時間がかかりますので、ちょっとどんどんね味見程度にババッとご紹介しますけど、あとはこれがそのタコの唐揚げだな。おー、よかったよ。美味しい、めっちゃ高い中華料理屋で食べたエビチリと同じ味がします。
この休暇村の大久野島はもともと別にウサギで有名になる前からの旅館としてまあそれなりにちゃんとやってたところですので、普通にいい旅館なんですよね。それちゃんとしたいい旅館のところに泊まってかなり美味しいもの出てきて、で食べてるとね窓の外に何やってんだとこうウサギが見に来ますしね。普通にいい滞在先ですから、あの逆にここ大久野島に来て日帰りで帰るとね、なんかこう逆に次回へのこう心残りを残してしまってもう一回来なきゃいけなくなると、まあ一回でここへの来訪を全て満足して済ませたいのであれば、まあ、むしろここにちゃんと泊まった方がいいと思いますよ。言ってる意味わかりますよね。で異常にあの美味しいご飯食べるじゃないですか。で帰ってくるじゃないですか。そしたらこれですよね。これね、なんかこんなものもね置いてありました。ご不在のところ勝手ながら、お布団敷きにお伺いいたしました。どうぞごゆっくりおたお休みください。朝7時より朝のお散歩会を行います。これね、なんか夜に、海ほたるの観察会とかね、なんかいろんなあのイベントもこのホテル主催でねやってるんですよ。で朝お散歩会ってのもあるそうですね。なんだろう、なんかお散歩会をやるとなんか特別なあのうさぎのもてなしを受けられるのかもしれませんが、これであとはねとりあえず温泉に入って、今日はあのゲームチャンネルゲーム実況やって寝ると、そういうことになります。旅館の温泉は12時までです。まああと、10分ぐらいなんでもうすぐ出ないといけませんけど、あの今ちょうど誰もいませんので、ね、撮っておりますが、まあ、普通はあのこういうところで写真とか動画とか、ね、撮らない方がいいだろうなと思うんですが、あの一応温泉ということになっております。ただまあさすがに、ね、あの地下からコンコン大量に温泉が湧くというパターンではないので、あの源泉かけ流しで湧きまくるって感じじゃないですが、なんか一応書いてあるのは大窟の湯の言われ、神武天皇の皇后が遠征に向かう途中でうんぬん。暗すぎてわけわかんないと思うんですが、ここフロントなんですけど夜中もですね、あの暖房がついていてちゃんと入ることができますんで、午前0時ミッドナイトのうさちゃん見物ちゃんといるはずですよ。さっきはいました、1時間前はね。あ、いるいる。なのでね、もう他の観光客がいませんから、人が来てとなるとこう一目散に駆け寄ってきます。すいません、餌持ってませんかね。残念ながら持ってきておりません。あの本当かわいそうなことにね、真っ昼間このウサギたちも殿様商売してるんですが、あの夜になりますと全然観光客がいないんでね、とりあえず出てきたらじゃあまあもらいに行くだけ行っとくかって感じであの駆け寄ってきてはくれるんですが、あの持っておりません。あの基本的になんかここにはね、あのこういうおせんべいとかはあるんですけど、あのそういうのあの食べさせてよくないと思いますんで。食べんだろうな、こういうのも。ウサギってなんか草しか食べないわけじゃなくて一応雑食らしいって聞いたんですが、こうやってね、あの愛想はいいんですよ。あのもらえるかもしれないと思ってくるからね。でもあの持ってないんだって言ってあのすぐ諦めて帰るということはしませんので、だんだん罪悪感が湧いてまいります。俺こうやってあの持ち上げるのはダメですよ。触るのは自由です。でもまあウサギは餌もらえると思って来てるんだって、別に触ってほしいわけじゃないですからね。あの猫みたいにね、まだあの猫犬みたいにあの愛想はよくありませんので、結局どうやっても食おうということしか考えなくて、ね、あのかじる方向にシフトしてしまうかもしれないから、あんま触んない方がいいかもしれないな。こうあのこういう状況においてはね、なんだかんだ餌を返してね、あの利害関係があのこう一致するような状況でないとちょっと危険だと思います。歩いてるじゃないですか。そうするとね、こういう風に後ろからこうついてくるんですよ。さて、かわいそうだなあ。諦めて帰っていったようですね。いきなりあの真っ暗になっちゃいまして、午前0時を回ると照明も落ちるみたいですね。残念ながらほとんど肉眼では、いや肉眼では見られるんですが、あのカメラに映りません。ただね、あの空の上もまたカメラには映りませんけど、素晴らしい満天の星空ですよ。あの床屋さんになりましたけどね、これ逃げないやつもおります。だから耳は確か敏感で触っちゃいけないんだったかな。あのウサギもね、結構いろいろあの問題がありまして、ここの大久野島ウサギはあの観光客が餌やってるからどんどん増え続けてるんだそうですけども、あの700匹ってね、あの案内が昨日バスの中でなされてましたが、一方でなんか私が聞いたのではあの900匹ぐらいに増えてますよとか、もう去年900匹って話だったから1000匹とか言ってるのかもしれないな。あのそんな勢いなんですけど、まあ、一方であのウサギがこんだけおりますとですね、あのコウサギなんかは良いカラスの後の餌になりますんで、カラスも結構昨日来てましたね。今日いませんけどね、あのカラスがねウサギをさらってったりとか、あのそれであの死ぬウサギも大変多いんだそうです。まあしょうがないですよね、いっぱいいるんだったらね。あのそれがあの自然のあのあれだと思いますんで、まあそんなにね、まあちょっとこんな話ばっかり聞かせてあのちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと悪いからこれこのカメラマンさんからちょっともらって食わせてあげようかな。食べるかな。でもこのウサギ寝てるみたいですからね、夜中動き回りすぎて眠くなったかな。はい、食べます。あ、ちゃんと食べるときはこう、おっと、こいつ持ってくるな。動きはいいようです。もしかしもういらないか。そんなにたくさん食べないでください。はい、どうもご出演ありがとうございます。ああいうちっちゃいのはやっぱり良いカラスなどの動物の餌になるそうですね。あとは結構ウサギ同士の縄張り争いであの喧嘩して、それで傷ついたり死ぬまで喧嘩したりデスマッチみたいなのもねたくさんあるそうですよ。ウサギも大変なんだな。まあ、人間もねお互いにあのいじめ合ってね、あの自殺に追い込んだりってことがありますんで、まあ、ウサギの世界でもまあデスマッチがあるのまあしょうがないかなとも思います。
ただまあなるべくねウサギに対して迷惑をかかるようなことはしないようにということですが、ウサギの島というふうに Google で検索すると大久野島の公式サイトがありまして、そこではねここへのアクセスのやり方とか一番わかりやすく書いてあります。すべての乗り物こういう便がありますよっていう紹介も集約的にされているし、それからウサギに対してやってはいけないこともね一覧になっていてわかりやすいです。まあ一度目を通しておくといいでしょうね。ちょっとね、多分ね多くの方が夢見ることだと思うんですけど、ウサギまみれになろうと思いますんで、ちょっと危ないよ皆さんね。はいはいはい、おおおお、ちょっと上げます。はいはいはい、上げますよ。うわあ、上げます。おお、うわあ、どうなってるか私よくわかる。おお、かわいいね。ちっちゃいのに上げるとね、この大きいのがそれを追い回しますんで、すごい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 。うわあわあわあ、はいはいはい、君を食べますか。あ、もらえてよかったね。はいはい、あげますよ皆さん。うわあ、これ楽しいね。寝っ転がるっていうね楽しみよね。わ、ヒカキン TV のあれを見てあ、これいいなと思ってやってみたんですけど、あ、楽しいよこれ。はい、欲しい方いない？どうぞ。はいはい、もうみんな満足してる。これちっちゃいね、君ちっちゃい子とか弱い子には優先的にあげたいですけど、弱い人にねあげるためにはその周りの大きい強い人をまず満足させないといけないんだな。ああ、極楽な感じがするけど、ウサギたちは多分必死で一口でもうこいつから踏んだくってやろうとそういう考えでいると思われます。あ、痛い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 、ちっちゃいね君ね、大丈夫？はい、痛い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 、はいはい、わかりました。ちょっと一旦やめにしませんか皆さん。ちょっとこれね始めたら起き上がれなくなってしまったんですけど、こっち、いやー、待って、はいはい、あー、ちょっと起きますよ、こっち、キャベツこっちです。一応人間がキャベツをくれる存在だから人間に物乞いすればいいってのは分かってるみたいなんだけど、ちょいいですか。危ない。はいはい、あげます。起きるから待ってくれる？はいはい、危うく踏みつけたりするからな、こう数が多すぎて。おお、よいしょ。ああ、皆さんす、なかなか愛想よく振る舞ってくれたんで、お礼にパラパラと小さい子にも行き渡るように細かな単位でやることにしますが、こういう道とかでねウサギに餌をやってはいけないことになってますんで、必ずこういったなんていうの広場みたいなところでねやるようにしましょう。道でやると車とか自転車が通りますんで、それとウサギがね衝突してしまってっていう危険性もあるそうです。はいはいはい、鹿せんべいと基本やり方の要領は一緒だな。細かく砕いてやった方がいいですね。あんま細かすぎるとウサギも見つけないようですけど、よし、君なんか新参だな。はい、おお、キャベツの芯をプレゼント、君にもあげます。公園の鹿はね、なんかお辞儀をしてこんな風になってね鹿せんべいもらえますかってやりますけど、ここのウサギはこんな感じでお手手をこう前に合わせてね拝むような感じでやりますんで、こういう風にされるとあげたくなりますね。はいはいはい、あげてもあげますよ。でも大人だからな、大人よりはちっちゃい子にあげた方がなんかこう喜びが大きいんですが、さっきから言っておりますようにちっちゃい子にあげても大人がすぐにそれを取りに来ますんで、大人をまずは満足させないといけません。あ、君ちっちゃい、もらえてよかったねこんなたくさんね。はい、君もまあまあ中学生ぐらいだな。お、潰れるよそんなところに行ったら、危ない。はい、もらえますけど大人が来るからね早くすんだよ。はいはいはい、大人の方はこちら。はいはい、どうぞ。なんか子供を大事にするみたいな配慮的なものはまあ全くありません。それはまあそうだろうと思うんですけど、うおーかわいそう、ダメだ君。まあでも彼もなんか体がところどころ傷ついていて、彼か、まあ、彼女か分かりませんが、多分いろいろ歴戦を経た結果、まあ、今この状態があるんでしょうね。かわいいな。
ネズミがいるんですよ。結構ネズミも可愛いんですけど、まあ、ネズミはここの売り物ではないので、売り物っていうか、あのなんていうの、売りではないので、ね、そんなにいるいるはいませんし、あのネズミの餌みたいなものも売ってませんが、あれも可愛くていいんだよな。ただキャベツとかは食べてくれないんじゃないかと思います。このね、ちっちゃいのはなんかの親子みたいですね。ちっちゃいのと大きいので、まだ餌は食べないようです。ここまで小さいと、あの親の母乳を飲んでるようですよ。さっきね、それやってました。この間も喋りましたけどね、奥の島周辺の海域はあの結構潮流が激しいようで、まあ、今日もね、またあの大潮地みたいな日なんですけども、あのここら辺であの海の中でこう流れが発生しているのが見えます。潮の満ち引きによって、結構渦潮ではないですけれども、あの海の流れが速くなるんですね。向こうの方でもね、また何か頑張っている船がおります。前の方でこう頑張って引っ張ってて、後ろにもなんかこう積んでる平らな船がいますけどね、あのこの辺ではあのこういう光景がよく見られるんですが、すごいなんか頑張ってる感がありますね。ああ、最後にね、大きいのを1個投げたんですけど、したら大人が1個持ってって、それを独り占めしようとしております。まあ、そこにちょっとちっちゃいのがあの頑張ってきてますが、追っ払われちゃった。もう利権なんだな、ああいうのはね。ああいう大きいのを1人で持ち去って、いかに安全に食べるか。そういうことになってしまいますので、まあ、なるべく餌入りの時はあの小口で切り分けて与えるようにしましょう。よし、危ないからね、ごめんね、チビちゃん。じゃあこれで帰りです。まあ大体奥の島についてはね、あのこんな感じ。他にあの毒ガス資料館とかね、あの旧日本陸軍の、毒ガスの製造工場の跡なんかがたくさんありますので、そういうのを見るのもこの島の楽しみですが、今回はウサギだけに、焦点を集めることにしました。島へのアクセスは船の種類が2つありまして、1つは只野海から大久野島への観光客を運ぶために運航されている大久野島行きの船、それからもう1つは自動車を航走することができる大型のカーフェリーで、どちらも値段は大久野島まで片道310円、只野海から310円ということになっております。まあ、安い料金ですが、あの船2種類あって、普通にね、大久野島フェリーとか検索すると、あのこの大型のカーフェリーしか出てこないんですけど、あの実際には船の便数はあのカーフェリーの2倍ぐらいはあって、1時間に1本ぐらいはあります。かなり便利になりました。最初に来た時よりもさらに便利になったような気がしますね。まあ、観光客が増えてりゃそれは当然なんですけども、あのその船の運航の時刻は先ほどもお伝えしましたが、大久野島とか、まあ、うさぎ島とかそういう風に検索をすると出てきますから、あのそれであの大久野島の公式サイトから確認されるのをお勧めします。あ、休暇村の公式サイトなのかな。もともとただのリゾートの島で、休暇村の従業員しか住んでる人のいなかった奥の島です。まあ、今も休暇村の従業員しか人は住んでいないんですが、このカーフェリーがもともとの奥の島への寄港する船で、向こう側にあるこれが、四国ですね、愛媛県の、なんだ、まあ、今治市になるのかな、大三島ですけれど、この大三島からですね、あのまた橋を渡って、しまなみ海道を通って向こうにあるのが、因島だったかな、因島、大三島、博多島とどんどん続いて、愛媛県の今治まであのしまなみ海道、高速道路が続いているんですが、呉方面からね、あのしまなみ海道にアクセスするときは、この船に乗って只野海から、大久野島を通り過ぎてあっちの、大三島に渡り、大三島からしまなみ海道高速道路に入って、それで四国方面を目指した方があの距離が短いんで、本来はその自動車の移動の、ために、運行されている、まあ、交通手段です。まあ、それがあの最近では観光需要が高まりましたので、大久野島での利用が大変に増えているというわけです。向こうにも陸軍の作った毒ガスの工場の跡がまだ残っていますが、まあ、しかしあの毒ガス成分なんかはね、もう今すでにあの海中なんかも全てあの投棄されたあの毒ガスとかを全部あの掃除して、今はそんな毒ガスの危険な成分はないようですけれども、この大久野島は東京からおよそ6時間、大阪からだと多分4時間ぐらいで来ることができるところだと思います。あの距離はね、そんなに離れてはいないんですけど、船、それからローカル線、クレ線などとの、まあ、乗り継ぎが、なかなか難しいので、一番手っ取り早いのは山陽新幹線で三原駅まで来て、三原駅から、なんだあの三原からね、土日のみ直行で運航されているあの大久野島行きの船がありますので、それで来られることだと思います。休暇村の割の近くまで船で直接アクセスすることができます。島自体はそれほど大きくなく、歩いて全部回れるぐらいの距離です。それじゃあどうもありがとうございました。